ってくれたら嬉しいじゃん。どうした？いるよ。あ、本当。うん。あ、ご飯食べるわ。やっと。え？ちょっと待って、ご飯食べるわ。ご飯食べようとした。ごめんごめん。久しぶり。あれじゃ久しぶりやな。行くの？うん。取りに行く？そんなこと。どうした？やりたいの。何を？いや、何でもない。セックス。うん、今？この顔はあんま面白くない。だって笑うかなと思ったんだもん。あるじゃん、あるじゃん。ちょっと待って、あるじゃん。乳首出てるわ。かく、かくさんと。そうそうそう。え？デビマックスに忘れてきたってさ。何を？服が欲しい。今日取りに行きたい。大事な荷物が。電話かけてくれる？ここ？もう一個のデビマックス。あっちの方か。に何忘れた？あれ、服忘れた。服くん。あお、ありがとう、うん。超久しぶり。ね。うん。子供どうした？大阪。で、アイラちゃんだけ戻ってきたよ、こっちに。住むとこどこ住んでるの、ま、住むとこなくなったまだ。あ、そうなんや。へえー、もうセックスしたいの。ありがとう。ここ、これ使えへんやん。いや、うん、もう寝る方が。あ、ここね。ああ、久しぶりやな、アイラちゃん。またここの辺いんの、歌舞伎町に、うん、俺のこと好きやもんな、うん、じゃあちょっとチューしよう。それはいや、うん、ほな一回チューして。はい、かわいいなこの顔とキスしたええやんな、別に仲ええねんもん。あ、ちょっとリブマックス電話だけしてあげたら。あ、服、え、なんて言ったらいい？かわいいなぁ。もう一回注意しよう、じゃあ。かわいいなぁ。仲ええのよ、こう見えて、ほんまに。え、なんて言ったらいい？服忘れてんで。アイラちゃんで名前通じる？うん。で、今取りに行くったよ。うん。うん。持ってこさせや。いや、無理やろ。それは無理や。お腹空いてんのか。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、荷物届いてないですか？あー、ごめん、本人じゃないと言えへんって。つながってる。あ、そちらってあの荷物預かっていただいてるところですか？はい。本当に？電話したじゃないですか、残しといてくださいって。ちゃうかな、ちょっと貸してくれ。うん、お願いします。え？間違えてるの？いや、歌舞伎町2番地当てるわ。あの歌舞伎町明治通りです。喋ってください、お願い。あ、でも本人じゃないって無理。本当に荷物がないと困る。すいません、うん、あ、先ほどお話ししたものの身内なんですけど、荷物預かっておくようにっていう話、どうなってる、うん、どうなってんの？ねえ、警察の方と話されて。なんで荷物預かってくれって言ったら、私の荷物何にもないじゃん。いつ頃処分されたんでしょう。ほぼ触ってよ。タバコくれる。はい、ごめん。荷物一個もないんですか、もう。本当のこと言ってください。ないの？全部捨てた。警察の人まだ分からんって調べるから。あ、そう。もしもし、あ、保留や、うん、あ、ほら
今ただ調べてくれてんねんの。そう。服を忘れていったんを処分したって言われたの。はい、処分の方したって言ってる。全部捨てたってこと。だって荷物なきゃ生活できないじゃん私。もしもし、全部捨てたんですか。警察と一緒に捨てたって言ってる。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、はい、もしもし、捨てたって言ってるよ、うん、あの荷物がないと生活できないし、この前入院するから預かっといてくださいってはいって言ったじゃないですか。いや言いましたよ、はいって。どこに処分したんですか。処分ってどこにですか。でも私の財産なのに、全財産それを勝手に処分されするなんてちょっとおかしいじゃないですか、違法っていうか。まあ確かに、それは歌舞伎交番。誰が持ってったんじゃん。どこの警察。歌舞伎交番。そこじゃんか。そっちゃぐらい。ああ、行く。歌舞伎交番も あの対応ある時めっちゃあんねん。でも、多分、今の話で行ってみる、交番。何もう一人のマキに渡したの。え、もう一人のマキに渡したのか。なんでもう一人のマキに荷物を渡したの。私の家って部屋だった。渡したって言ってる。行ったやん、あんた。俺渡したの。家私の服を全部渡したの。どこに。もう一人のマキに。俺、ニカイラちゃんの荷物知らんよ。俺今日私がマキだ、私がマキだ、私がマキだ。マキちゃんの荷物俺なんか、なんで俺が持ってんの。どういうこと。もう一人もいない、私がマキです。私の服を全部渡したの。どこに。もう一人のマキに。もう一人もいない、私がマキです。知ってるよ。なんで俺リブマックスに荷物。私です。いや知ってるよ。なんで俺リブマックスに。もう一人の人に渡す。言ったじゃん今。言うてないよ。じゃ渡してないね絶対。おお。渡したらもうすぐ警察に言いに行くよ。言いに行っていいよ。渡してないよ。渡してない。渡してない言うてるやん。ちゅうかアイラちゃんの荷物なんで俺が持ってんの。もしもし。どういうことやこれ。ちょっとどうしたらいいかな。だから交番行ったやん。ああはい。もう一本。もう一本？こっちするやん。電話切られてるわ。こっちするやつ。電話切られてる。俺がそんな取ってるわけないがアイラちゃんの荷物。知らんかったこと。荷物が取られたって、うん、知ってるわけない。今日久しぶりに会って、うん、アイラちゃんがどこにいたかもわからんのに、大阪にいたんから思ってたのに、うん、そりゃそうやんか、うん、そんなん俺せえへんやん。せやろ、うん、交番行くか。何のために。交番に渡したら言うてんねやろ。言ってないって。ちょっとわからへんな。話がちょっと難しくなってきた。ややこしいね。ああ、簡単に言うと、うん、アイラちゃんが救急車で運ばれた。ああ、でだから荷物預かっといてくださいっていう話になって。はいはいはい、持てなくなんかってこと。俺は知らんで救急車運ばれたもん。だったらえ呼んでください。アイラちゃんが救急車運ばれたもん。俺知らん。誰か聞いてもおかしいわ。えおかしなこと言ってたとしたら。俺おかしなこと言ってる、うん。ちょっと説明してくれよ、タナちゃん。お前がごちょごちょ言うからややこしかった。あ、カラオケの話したし。そうそう。あ、ごめんごめん。俺カラオケで働いてる話して、それが混ざってってことか。あ、ごめんごめん。横でごちょごちょ言う。あ、そういうこと。横でな、カラオケ館やったら忘れ物こうするみたいな話が。あ、ごめんごめん。ややこしい。アイラちゃんの話関係ない話してた。ごめんごめん。あ、そういうことね。そう。ありがとう、タナが、ほんまに。俺、お前と組んでよかったわ。お前よかった、お前と組んで。大きい声で言うから耳に中途半端。アイラちゃん急に怒る。あ、ちょっと、うん、お茶、お茶、コーヒー。うん、ムカつく。ムカつく。ムカつくよね。
あのリブマックス、わかる。勝手にせてるかもしれない、うん、あ、ほんで俺が横でごちゃごちゃ喋ってるのがごちゃごちゃして、あ、そういうことね、ごめんごめん、うん、なるほど。お前がいらんこと大きい声でっびっくりしたやんか、俺めちゃくちゃ切れそうなったやんけ。そんなするわけないやん、俺アイラちゃん大好きやもん、ね、でだからアイラちゃんがご飯食べたら交番に行く、飲み物やって、あ、あ、え、何、お茶かコーヒーかね、ジュース、ジュース、何のジュース、カルピスジュース、あ、そうや、好きや、オッケー、ホワイトウォーター、普通のやつやな、そう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 、すごい汗かいてアイラちゃんに怒られて、だって荷物これだけじゃないもんね、うん、なあ、他にもあるよね、やっぱ出産したお腹変にや、うん、あ、そうなの、うん、へえ、このおにぎりはどうしたん、買ってもらった、うん、あ、買ってもらったや、うん、髪の色また変えたや、うん、ね、うん、当たり前、ね、うん、今日ずっとこういた、うん、そうだね、うん、面白くなってきた顔、なんで厳しいなあ、あ、はいはい、タバコ1本、まだこれがいい、うん、ちょっと待って、これ充電しながらね、アイコンで、ちょっと待って、タバコ買ってきて、タバコ、分からん、ピアニッシモ、何吸ってた、ラッキーストライクパープル、ラッキーストライクパープル8ミリ、知らんて、え、もういい加減その人が調べればいいじゃん、何を、知らないってそこで飲んでくれる、なんでいいから、くじつけていいの、うん、はい、飲むよ、本当だわ、うん、今の飲ましたのは何、愛ちゃん、愛ちゃん、なんで一回、愛ちゃん、なんで一回飲ましたの、そんなこと言った人だから、何を、え、カルピス飲もうか、最後飲まんでいい、カルピスもうちょっと離れてる、あ、離れて、ごめんごめん、あ、大丈夫、消えた、離れる離れる、大丈夫大丈夫、離れる離れる、はい、何もしてない、何もすするわけよ、次また持ってくるわ、ごめん、ありがとう、またね、バケモン、おかしいぞ、あれ急にお前に切れて、あのお前とまた一発目キスした時ニコニコしてた、ようわからん、これ編集むずいよ、まあいろんな意味でお疲れ様でした、まだ引き続き会えるじゃん、笑ってよかったね、ホワイトホータンとこ、ああ、ちょ何これ思って、まあいいんじゃないですか、はい、ということで、はい、お疲れ様でした、チャンネル登録よろしく。